おはようございます、カーピーです。今回は4連クリスマススカウトを使って打者大谷選手が極みになるまで終われまってんです。大谷選手は2月にシルエット化も控えてますので、早めに素材を揃えて極みまで持っていきたいなと思ってます。この4連クリスマススカウトは最後に自チーム A ランク確定枠があるので、狙いの A ランクを引けるチャンスですね。大谷選手の A ランクが揃うまでガチャと自チームミキサーを回し続けます。今は打者大谷は凸2ですね。 A が1枚あるのであと2枚集めればいいんですけど、簡単に2枚とは言っても狙うと結構闇を見ることになりますからね。今回は早めに出てくれることを願うばかり、本当お願いします。ちなみに日ハム A ランクのラインナップはご覧の通り、宮西、西川、中田、有原、レアド、これらの選手は当たったら持っておきたいですね。それ以外の選手が出た場合は A ランク自チームミキサーの圧縮に使いたいと思います。では自チームを日ハムにしてクリスマス4連スカウト行きましょう。大谷選手の出る確率は12分の2、6分の1、投手打者2人いますからね。筒香選手の投球よりは随分出やすいはず。お願いします。さあもういきなり出ちゃえ。レアード選手、初獲得ですね。寿司の人ですね。レアード選手は取っておこうと思います。寿司以外にも納豆もめっちゃ好きだそうですよ。はい、4連2回目、ここらでサクッと大谷さん出しちゃいますね。動画的にはなかなか出ないのが面白いと思いますけど、私の財布は早く出ることを望んでる。お願いします。お、マッソン選手、最近めっちゃ出る。最後サクッと大谷さんお願いします。そう簡単には出ないですか。加藤選手、来年は初の2桁期待しましょう。4連3回目、計12回目。クリスマスですからね、クリスマスプレゼントに大谷さんが欲しいです。私のエナジーですけどね。さあ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 、そろそろ1枚。中田翔さん初獲得、これも貯めておきましょうかね。 S が当たった時に中田さんだったら使う可能性があると思います。今年は正直らしくなかった。来年はダボ復活を期待しますよ。では4連4回目、計16回目。今回はあんまり偏りがあるようには思わないですけど、まだ大谷選手は出てこないと。ちなみに今回の予算は1万円でございます。さあ1枚目来い。太田さん、大谷さんじゃない太田さんでした。名前は似てるんですけどね。名前はニアピンでした。ここまで16円、計4000の出費。ここで自チームミキサーしようと思います。この5人でいきましょう。筒香さんはもう5枚揃ってますから、ピラヤスさんももう混ぜていきましょうね。これで今回5回目の日ハム A ランク、確率が6分の1だったらそろそろ出てもいい頃ですね。頼む。いやー、レアードは外れじゃないんですけどね、今じゃないんですよ。大谷さん意外と出ないな。なんか雲行きが怪しい感じですかね。じゃあまたクリスマス4連に戻りましょう。4連5回目、計20連目。クリスマスですからね、大人になってもプレゼントは嬉しいもんです。普段いい子にしますんで大谷さんください。私のエナジーですけどね、騙されませんよ。お、山川選手ナイス。今年のダボやばかったですね。
全部出てたら40本の可能性もあったんじゃないですか。さあここが大事だ。よーし、やっと来た、やっと来ました、クリスマスプレゼント。運営さんありがとうございます。ただ私のエナジーですけどね。さあやっと大谷さんエランク出ました。これで凸4、あと1枚この動画の中でもう撮ってしまいましょう。ここでもう一回ミキサー行きましょうね。この5人で大谷さん出てくれ。浅村さんがちょっともったいないけどしょうがない。ミキサーはちょっと気が楽ですね、エナジー減らないんで。まあこの5人もエナジーで買ってるんで実質は減ってるのかもしれませんが、深く考えません。ケンスケ、まあ今回は今のところは極端な偏りはないかなって感じですね。はい、4連6回目、計24連連目。もう1枚日ハムの絵を引いたら日ハム5枚での A ランクミキサーやりましょう。そうすれば確率は7分の2。さあ最後誰だ。あー、西川選手、西川選手大幅昇級しましたね。智弁和歌山出身、初の異色プレイヤー。西川選手は残したいんでミキサーに入れられない。もう一回ガチャですね。4.7 回目、計28連目。当たりが出るのは嬉しいけど外れだと気兼ねなくミキサーができるんで、なんか複雑な気分ですねこれ。さあ当たってほしいけど外れてほしい、この気持ちはなんだ。熱おう、アニバの凸が進みます、ありがたい。最後はレアード、当たりなんだけどミキサーしづらいので複雑。いやーでもどうしようかな、ミキサーしよっかな。いやもう一回4連しましょう、レアードは残しておいていいと思う。4連8回目、計32回目。大谷が出るか、もしくは思いっきり外してくれ。当たりが多いのも悩ましい、プロスピって難しいですね。さあ誰、めっちゃむずい、残したいけど出費がかさむ。どうするかな、1枚からミキサーするか。よし決めました、レアード選手1枚だけ A ランクミキサー入れちゃいましょう。大谷選手が出ればそれでいいですから、出費も抑えたい。この5人で勝負ミキサーだ、いけ。来てくれよ勝負ミキサー、なんせクリスマスですからね。普段結構いい子にしますよ、いい子にはプレゼントくるはず。頼む、皆さん私の気持ち察してくださいますか。終われまテントは恐ろしいものですね。わかりました、ガチャ引けばいいんですね、出るまで引けばいいんですよ、シンプルなことです。大谷さんが出るまで回しましょう。出ないなー、ここまで36連、予算超えました。こうなったら中田さんやレアドさんは貯めとこうと思ったけど、ミキサーやむなしですね。この5人で2回目の勝負ミキサーいきましょう。レアード、中田、西川に名前の近い太田も入ってますからね。この豪華メンバーだったら大谷選手も気に入るでしょう。頼むぞ、これで出ないとかなりきつい、精神的に。
出てくれ出てくれ。ああ出た。いや今回は疲労感も強いですけど達成感も大きいですね。これで大谷選手の極み確定です。運営さんからのクリスマスプレゼント大谷選手2枚、ありがとうございます。ただ最後にもう一回言わせてください。私のエナジーですけどね。今回の動画いかがだったでしょうか。終わりま10はなかなかできる企画じゃないので今回ぜひ感想をお聞きしたいです。コメント欄に何でもいいので書いていってくださいね。楽しく見ていただけましたらぜひグッドボタンをお願いします。また見に来るよと思ってくださいましたらぜひチャンネル登録もお願いします。そしていつも応援してくださる皆様本当にありがとうございます。ではまた次回の動画で会いましょう。